やあみんな、元気かい？カネリは元気だ。今日はね、みんなとデートしようと思う。今日はイーストビレッジのね、下の方でエメリオン堂にデート行かない？いやいや、いいよね、いいよね。だから今からエメに行く道中、まあ撮りながらエメちょっと、エメでちょっとチャーシバこうぜ。イーストビレッジエメコーヒーデートしようよ。じゃあこのまま過ぎたら着くから行こうね。レッツゴー。突然ですが、ここでカネリンのストリートスナップタイム。こんな感じで双方は本当におしゃれな人が歩いてるわけ。この方はね、お店の中でジャンジャカ弾いてました。街中歩くとね、よく見るのこのベジャーのスニーカー。おしゃれさんは結構履いてる方が多いです。このレイディーズたち見てください。本当におしゃれですよ。最近はこういうね、四角い系のサングラスにあのピン止め、なんていうの、そのガシャってやるピン止め、ピン止めっていうのかな、なんかあれはめて、あとは私がしてるようなね、ポニーテールにこう強めの三つ編みとかして結構なんかねガシッと決めてる方が多いのと、ブルドッグちゃんカメラ目線いただきました、ありがとうございます。結構エメの通りはね、レストランも結構有名なのがたくさんあるの、てか並ぶの。だからそれも一緒に見てこ。ケミオ、ケミオくんだ、ケミオくんだ、ケミオさん大好きです。あ、ありがとうございます。ごめんなさい、全然気づかない。日本から応援してます。同じハーフなんですけど、あ、そうなんですね。はい、日本語で喋ってます。あ、全然びっくりした、今気づかなかった。ありがとうございます。お願いします。全然写真撮ってみて。あ、全然もちろん。いいですか？はい。キミオさん、本当に一緒に写真撮ってくれてありがとうございました。大好きです。応援してます。ケミオくんにはちょっとこういうこともあるのよ。ちょっと動揺し、ごめん、みんなとのデート中断しちゃった。ごめん。はあ、ドキドキしちゃった。あ、エメ並んでます。まさかのエメも並ぶようになったんだね。だってこれ普通に、別にニューコレクションが出るのって、出たのって先週でしょ。だから別にそんなにあれなはずなんだけど、めっちゃ並んでるわ。エメの中で見たいのはニューバランス650がエメに飾ってあるはずだから、それちょっと生身で見たいと思うのと、まあカフェ、私カフェ一回もね飲んだことない、飲んだことないというか頼んだことないので、なんかちょっと美味しいカフェラテとかちょっと飲みたいなって思います。BGM めっちゃうるさいよね。
はディテールまでこだわってるからさ、あの物っていうか生地は本当に間違いない。こういうのも出すんだね。なんか意外、なんかシチューシーみたいな。あ、これ見た、知ってる、いいね、これもかっこいいよね。あとさ、ハニーバタートーストも頼んじゃった。いただきます。これはなんかダルゴのコーヒーみたいな、なんかクリーミーエスプレッソじゃない、クリーミーカプチーノ。おいしい、めっちゃクリーミー。トーストいただきます。あ、おいしい。もちもち。このハニーバタートーストとこのカプチーノで1600円ぐらい。高っ。おいしい。
はい、同じくいつも通りワンサカしておりますけど、素敵でございます。あったかいコーヒーでも飲もうかな。寒い。エメはね、狭いから結構混むんだけど、絶対来てほしい、ニューヨーク来たらっていうぐらい素敵な場所です。そんな感じで今日は終わりたいと思います。今日も見ててありがとうございました。入れてくれたん